カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週先々週とスタジオにお越しいただきましたが、今日はアメリカのご自宅からリモートでのご出演ということで、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週はアメリカの大統領選挙について最新情報を交えてお伺いしました。日本に行ってアメリカの話をしたんですが、今日はアメリカに来てですね、日本映画の話をします。なるほど。ということで、何やってんだと思いますが、ちなみにこの1週間で、大統領選に向けては何かまた大きい動きとかはありましたか？とにかく、イーロン・マスクという男がいましてですね、ツイッターを買って X っていうのをやってる人なんですけど、はい、金持ちのバカ息子ですけどなんというかとんでもないですね、トランプ支持をして、トランプさんからですね、大統領になったら閣僚にしてくれるという約束をもらったということがありまして、なんか政治ってそんなんでいいのとは思いますけどね。そもそもすごいんですよ、もう X でね、ツイッターで、もう要するに AI で作ったデタラメなんていうか画像があるじゃないですか、ね、そのカマラさんが、ソ連の、ね、軍服を着てたりするのを、作ってばらまいてるんですけど、これ X 経営してる男ですよ。いやいやいや、モラルがない。本当ね、プラットフォームを経営してるんだから一応、なんていうか中立になった方がいいじゃないですか。そうですよね、だって全員それを 見ざるを得ないわけですから、拡散力がすごいわけなんで、そのデマに当たるようなものを片っ端からですねばらまいてて、本当にもうめちゃくちゃだな世の中と思いますけど、もうね、この間シビル王って映画今度公開されますけど、まだご覧になってないですよね。はい、まだそうなんです、まだね、あれはアメリカが内戦状態になる話なんですけれども、もうその監督が来ましてですね、アレックス・ガーランドという人がね、日本で、ステージでね、試写の時に、なんていうかインタビューしたんですけれども、本当に今どうなっちゃってんだって言ってましたね、彼もね。考えられないだろうと、そんなこと。で、要するにメディアをコントロールしてる人がね、自分自身がその大統領候補の閣僚になるって約束をもらってて、で敵対候補のね、デマ映像を流しまくるというね、ちょっともう本当にもう世の中のタガが外れてるのが多いと思いますね。そうですね、日本も大概だなと思ってたんですけど、はっきり言って、もうアメリカもそうだし、ヨーロッパもっとひどいんですよ。あ、そうなんですか。だってデマでもってイギリスで暴動起こりましたからね。そうですよね。イスラム教徒がなんか子供を殺したっていうデマで、イギリス全土めちゃくちゃになりましたからね。で、だからあれもだからツイッターとかが拡散に加担してるんで、それでデマを撒き散らした人たちを次々逮捕してるんですよ、イギリス政府は今。で、そうすると、イーロン・マスクもやばいわけですよ。だからものすごくね、なんていうか、そういったツイッターとかの規制に対して抵抗してて、言論の自由を守れって言ってるんですけど、デマやヘイトスピーチには言論の自由はないですよ。そうですね。何言ってんのこのボケはと思ってますけど、なんか言論とか表現とかを、なんか逆にこう浅く見すぎてて失礼じゃないって思っちゃいますよね。そうですよ。それこそ昔の人は本当のことを言うために命かけてたっていう時代にね、デマを撒き散らす自由とか言ってるのは本当大ボケやろうと思う。本当に後頭部をペチンと叩いてやりたくなるんですけど、道であったらね、合わないと思いますが、なかなか合わないと思いますが、合わないと思いますね。ちょっと今後ね、今日は関係ないんですけど、全然、日本でね、ひっそり公開されていて、全然知らなかった映画があって、たまたまね、京都に住んでる友達 のバジルさんっていう人から、これ見て言ってくださいよっていうね、メールが来てですね、来たんですね。で、そしたら、ものすごく面白かったんで紹介させていただきます。サムライタイムスリッパーという日本映画です。これね、
サムライタイムスリッパーっていうタイトルを聞いた時にね、はい、これ100万個ぐらいないそういう映画って思って。まあ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 、サムライが急に現代に来てしまう、現代に来てってもう山ほど作られてるじゃないですか、そういう映画。そうです ね、逆もしかりだし。そうですね、うん、そうだからすごくね、うーっと思ったんですよ、タイトル聞いた時は。でもね、まあそういう人も多いと思うんですよ、うん、でもね見てみるとこれがいい映画なんです。うーん、はい。ですでにね8月17日から、池袋の、まあ、シネマロサっていうあのすごく古い映画館の雰囲気があるね、はいはい、映画館なんですけど、はいはい、ベイビーワルキューレを、ね、爆押ししてるシネマロサですよね、はい、池袋。そうなんです。子供の頃ね確かねこの映画館だったんですよあれ、だから入れなかったんですけど、はい、やっぱ歴史あるとこなんだ。歴史あるとこですね、はい。で今ではあの川崎チネチッタで公開中ということなんですが、はい、まあひっそり公開しているにもかかわらず口コミでこれは面白いっていうね、評判が広がってるんですね、うん、はい。でこれまあどういう話かというと、まあ侍がタイムスリップしてるんですけど、やっぱり、はい、やっぱりなんとなんと驚いたことに言って全然驚かねえよっていうね、はい。でこれね、まあ主人公は会津藩士ね、会津藩の、まあ、高坂新左衛門という人なんですね、はい。で幕末に、まあ開国派の長州藩士を撃てというふうに命ぜられてですね、うんうん、合図っていうのはその頃ですね、あの幕府側だったんで、うん、江戸幕府を守るという立場だったんで、はい、明治維新をする側の、まあ、長州藩士を撃てというふうに命じられて、うん、暗殺に行くんですね京都に、うんうん、ところがそこで、まあ、雷が落ちて、まあ、現代の、京都にタイムスリップしちゃうんですよ、うん、ところがそこはですねあのいわゆる凶殺なんですね。凶殺、うんうん、これはね京都撮影所なんですが、東映の、京都にあった時代劇のセットなんですよ、うん、でそこにタイムスリップしちゃうんですけども、うん、まあ、タイムスリップしたと思われないんですね、うん、時代劇のセットだから。そうですよね。ね、あの、ああ役者さんの一人だと思われて、うん、まあ、時代劇の俳優としてその撮影所の中に入っていくっていう話なんですけど、へえ、はい。だちょっと思ったのとみんなとが思ってたのと違うと思うんですよ。そうですね、うん、馴染んじゃうスタートなんですね、はい、馴染んじゃうんです、ね、はい、すごく適材適所にいたんで、うんうん、ね、ただお前カツラじゃなくてこのちゃんと剃ってるとこはすごいなとか言われて役者魂みたいな感じになっちゃう。そう、役者魂すげえなとか言われるんですけど、うん、ね、危ないんですけど本身持ってるからね、あの、そう、確かにそうですよ、危ないんですけど、ただそこでその気のいいですね、お寺の住職に拾われてですねご飯もらって、うん、まあ、役者としてですね切られ役として、うん、修行するっていう話なんですよ。へー、はい。でねこれね、監督の人はですね、はい、安田純一さんという1967年生まれの56歳の人なんですが、この人が一人で、まあ、制作してますよね、まずね、うん、で脚本、撮影、照明、編集、衣装で、いろんな宣伝のデザインとかですねタイトルデザインとか全部やってるんですよ。それって可能なんですか、はい、その才能っていう部分以外の部分で可能なんですか、はい、と思います。衣装もやってるんですか、人員が、はい、すごい、はい、足りなすぎて。まずねそれはね非常に特殊な事情があって、まずこの人ね、はい、プロのカメラマンではあるんですよ、はい、はい、ただ、なんていうか結婚式のビデオを撮る人っていうじゃないですか、はいはいはい、卒業式とか学芸会とかの、うんうん、その撮影をやってた人なんですね。へー、はい。ただ京都で育ってるんで、まあ、撮影所には非常にですね、まあ、近しい人だったということですね、うんうん、はい。だ、まあ、お金すごくかかるわけですけど、実際はこれ、うん、映画なんですが、おそらくですけど、まあ、千万しかかかってないんですよ、制作費。へー、時代劇を、時代劇で、これは本当ありえないことなんですけど、うん、これも偶然っていうかですね、まずこの人機材自分で持ってます。ほえ、あ、そっか、もともとのお仕事が撮影だから、はあはあはあ、ビデオ撮影が仕事だから、だから照明とか全部持ってますね、はいはい、録音機器とか、はいはい、そういったものは、うん、はい。それとこのシナリオを読んだ京都撮影所の人たちが全面協力したんですよ。はい、素敵な。だ撮影所は、まあ、すごく安く借りられてるわけですね、うんうん、はい。それと俳優さんたちもベテランの俳優さんたちが揃ってるんですが、まあ、息に感じてですね、うん、まあ、ほとんど多分ただで出てると思いますね。へー、はい、
はい、俳優さんたちはもうベテランばっかりなんですよこれ、はい、はい、で主役のその侍の高坂新左衛門を演じる人はですね、山口真紀也さんという人ですけど、51歳でですね、この人 NHK の大河とか出てる人ですよ。うーん、はい、で今回は会津藩士だったですけども、あの綾瀬はるかさんが会津藩の、まあ、銃撃隊を演じてた八重の桜っていう大河ドラマがあるんですが、はい、あれではあの幕臣の榎本武明を演じてるんですね。うーん、はい、だそういう人で、まあ、役者生活25年ということでね、侍らしいその立ち振る舞いとですね、会津弁とですね、まあ、あの剣の使い方とかはですね、うん、完全にもうプロ中のプロでやってるんですね、うん、はい、で、まあ、彼がですね、その弟子入りする人がいまして、あの、まあ、立石の関本さんという、人が出てくるんですが、はい、この人は峰乱太郎さんという人が演じてるんですが、この人実際の立石で切られ役の人です。へー、はい、でなぜこういうことが可能だったかっていうと、はい、この、監督の安田さんという人がですね、この前に撮った自主映画があるんですよ、はいはい、これがご飯というタイトルの映画なんですが、これに、あの、まあ、切られ役の中ででもね、世界的に有名な福本、誠三さんっていう人は、いるんですね。福本誠三さんっていう人がいるんですね、はい、その人が出演してるんですね、そのご飯って映画に。うん、この福本誠三さんっていう人はどういう人かというと、なんと、日本一の切られ役というよりは、5万回、映画やテレビで切られてた人なんですね。へえ、すごいな、はい、じゃあなんで5万回っていうすごい数なのかって言って、はい、1つのドラマで2回とか3回切られてるから。へえ、なるほど。だけ1回切られて倒れると、あのカメラのフレームの外に出てもう1回出てきてもう1回切られたりするんで。へえ、はい、回数が異常に多いんですよ、はい、元製造さんは。すごい、じゃあそれだけこう綺麗なんですね、はい、ね、うん、はい、まあ、切られ方がもう切られ方と打たれ方もこの人すごいですよ。薬剤が出ますけど、はい、というね、この人とのまあつながりがあって、安田さんがまあこの切られ役についての映画を作ろうってことになって、うん、まあ、福本さん亡くなっちゃったんで、うん、そのまあ、まあお弟子さんの筋に当たる人たちが協力してくれたという形なんですね。へ、はい、福本さん2021年に、77歳で亡くなってますんで、はい、はい、でそういういろんな偶然とかがあって、協力者とかがいてですね、まあ、奇跡的にその時代劇を、自主映画じゃなくてもうこれ個人映画ですよね。そうです、すっごいやってますもんね、安田監督。すごいんですよ、うん、スタッフ10人しかいなかったそうです、ね、そんな現場ある。だってやっぱ時代劇とかそういうのを舞台にしちゃったら、はい、その本当にそのメイク、はい、着付けとか、うん、その現代の作品より圧倒的に費用も、うん、まあ、時間もかかるじゃないですか。そうですよ。でそれってやっぱお金と、ね、お金と人員でしか解決できない部分があると思ってたけど、はい、なんか絆で解決してる。そう、今言ったような絆とか偶然でそれがクリアできたんですね。へー、はい、へー、でね、この映画ねコメディなんですよ、はい、で、まあ、あの現代に来ちゃったお侍さんがいろいろなんていうかとんちんかんなことをするのが非常におかしいんですけども、この映画ねコメディなんですが、はい、だんだんトーンが変わってくるところが面白いんですね。へー、つまり、まあね、竹光でね、竹でできた刀で、ね、チャンバラごっこをして、それでまあ、うまいからね、うん、まあ、だんだん有名になっていくと、それ、ハッピーエンドで終わりそうじゃないですか。はい、はい。でも、この人は大変なことに、この侍は、まあ、直面していくんですよ。へぇー。っていうのは、会津藩士なんですね。はい。会津藩の人たちは、まあ、最後まで、まあ、江戸幕府を守ろうとして戦って、うん、まあ、維新の側と戦ってですね、うん、まあ、負けたんですけども、うん、負けた後明治政府は、二度と反逆者が出ないようにということで徹底的な政治的弾圧を行ったんですよ、うん、彼らから全てを奪って、うん、何もかも滅ぼそうとしたんですね、うん、はい、でまあ、そうしないと反抗者が出てくるから、うん、ね、でそのことをやっぱり知るわけですよ彼は。そっか、自分たちの仲間がどうなったかってことですよね。ね、そうなんですよ。だって残ってるわけですからね、史実としてね、うん、そうなんですよ。でも自分はタイムスリップしてそれを飛ばしてきちゃったから、はい、ここで幸せに生きてるってこと自体がすごく彼を苦しめていくんですよ。うーん、大阪新左衛門、はい、はい。で最初はまあ
チャンバラしてていいねと思って、楽しそうでいいね、ほのぼのしてていいねと思ってるんですけど、うんうん、本当に命をかけて真剣で戦わなきゃならないところに最後は追い詰められていくんです。へー、なるほど、はい、面白そうね。面白いです、これは。よくできてるですね、はい、はい、でまたね、いい感じのところもあって、彼は要するに侍で、まあ剣のことしか考えないで生きてきたんですけど、うん、はい、ちゃんと恋をするんですよ。あら、はい、で新左衛門さんが恋をする相手はこの映画の、あ、劇中で撮る映画の助監督の山本優子さんって人なんですね、はい、でその人はあの桜優乃さんという女優さんが演じてるんですが、はい、なんとこの映画の助監督もしてます。助監督やりながら俳優として出てるってことですか？出てるんですよ。だからそれぐらいちっちゃい現場なんで。え、はあ、しかもよくちょっとこう資料を見たら、あの桜優乃さんは制作と小道具と助監督と俳優、はい、すげえ、はい、すごいな。すごいんですよ、はい、どうやって回したんだ、ね、だから多分助監督をしながら助監督をやるから、はい、行ったり来たりで逆にやりやすかったのかもしれないですけどね、はい、いやまあね、その彼女に、ね、まあ、そうそう、小道具まで、はい、というね。でこの、あの桜優乃さんっていう人はこの監督の、安田監督のその前の映画のご飯っていうのでは主演なんですよ。でご飯っていう映画もまたね、安田監督の非常に個人的な映画で、彼京都であの米農家なんですね、はい、家が、はいはい、でまあ、お父さんお母さんがあのお年になられて、まあ、米農家を切り回さなきゃなんなくなって、そしたら日本の米農家ってもう大変なんですね、うん、買い取り価格は安いし、うん、で減反政策とかもあって、まあ、本当にもう米農家って続けるのは大変なんですよ、うん、だからあの、まあ、そういうことやってるから結局、ね、米作る人がどんどんいなくなって、この間の、ね、米不足、今も米不足ですか？今米不足ですね、はい、なかなか売ってないんですよ、まうん、完全にもう政府 の、ね、あのもう米に関する政策の失敗なんですけども、でまあ、そういうことで苦労してる、そのお米はどれだけ苦労して作られるかということを描いた映画がご飯なんですけどね、うんはい、でこの映画の中でもね、この侍の新左衛門さんがご飯を食べて、あの白いなんというか、あのいわゆる塩結びですよ、何の中身もない、はいはい、それを食べて涙を流すシーンがあるんですけど、はい、それはえなんでと思う人もいるかもしれないですけど、この監督は米を作ってる人だからです、はい、あ、じゃあ結構いろんな思いの乗ったシーンなんですね。そうなんですよ、はい、でね、映画のね、こういった映画では過去にね、あのカメラを止めるなって映画があったんですね。はい、はい、見ましたよ当時、うん、本当にあれだけ話題になって、だってそれこそ300万とかって、ね、その制作費が話題になってましたもんね。そう、うん、制作費300万の本当に自主映画で、うん、ね、ところがまあ口コミでだんだん広がっていって、最終的には30億円、うん、ね、100倍制作費の、うん、夢がある、ね、の、まあね、興行収入になったという映画が、うん、まあ、カメラを止めるなだったんですね、うん、はい、はい、あれも映画についての映画だったんですね。あ、確かにそうですね、ここは共通点なんですけど、うんうん、あっちはそのゾンビ映画を撮ってて、その最初に30分のゾンビ映画があって、はい、ね、でその後それがどういうふうに作られたかってことを見せるっていうね、うん、展開の映画でしたけど、上田慎一郎さんがね、はい、監督した映画で、あれはねかなりそのワンカットで最初の30分を撮ってるんですね、はい、あの実際はカット切ってるんですけど、ワンカットに見えるように繋いでるんですけど、うまく、ね、で手持ちカメラで撮ってっていう風に、まあ、非常に現代的な、まあ、テンポのいい撮り方をしてるんですが、このサムライタイムスリッパーは逆に非常に昔風の映画です。へえ、はい、手持ちカメラほとんど使ってないです。へ、はい、昔はねカメラはでっかくて重くて、三脚にドンと据えて撮ってたんですよ。はいはいはい、で切り返しなんかも本当に、場面を分けて撮ってて、うん、今みたいに何個ものカメラで撮るとかそういうこともなかったんですね、はいはい、でその昔風の昔の時代劇の撮り方をしています。これがすごく重要なんですよ、はい、やっぱり時代劇ってね本当に作られなくなってきてるんですよ今、で今テレビでやってる時代劇もビデオ撮りでしょ、うん、と思います ね、 ね、うん、すごくビデオルックになっちゃってて、うん、
なんかこう違うんですよね、うん、かもう朝方に再放送してるやつしかあんま見たことないかもしれないです。4時とかに、ね、はい、放送されるような、でもう仕事もなくなっちゃって、うん、で切られ役っていう文化自体もなくなってしまうかもしれないと、うんうんうん、ね、したらもう時代、昔の時代を再現することができなくなっちゃうんですよね。あ、そうですね、文化が一つなくなるってことなんですね。なくなってしまうんですよ、うん、だそれに対するあの、まあ、なんていうかノスタルジアというよりは、ね、どうするんだっていうような気持ちが込められていて、うん、だからテンポ的には、ね、わざとゆったりしてるんですよ、うんうん、でも時代劇の楽しさってそのゆったりしたリズムなんですよ、うんうんうん、見ていくうちにその時代の気持ちになっていくんですよ、うんうんうん、日本人がみんなゆったりと暮らしていた時代の気持ちに、うんうん、ね、だからそれはねすごくよくできてるんですよ逆に、うん、はい、でもね切り合いのところもすごくて、盾って本当の切り合いとは違うんだよってこともちゃんと説明するんですよ、はい、あ、そっか、もともと盾師じゃなくてお侍さんですもんね。侍だったから、切り合ってた人だから、そっか、本当に人を殺すな、刀の使い方をしている人が盾を習ってそれを身につけていって、でも最後は本当の切り合いをしなきゃならないっていう、もううまいですね、ちゃんとあの盾を分けてます。なるほど、それってでもすごい難しいことなんじゃないですか、その演じ分けって。難しいことだと思う、ね、これは盾師が全面協力してる映画なんで、うわ、はい、でね、またね役者さんたちもねすごく良くて、どういう役柄か言えないんですけれども、うん、途中でね、府警のりまささんという俳優さんが出てきます、はい、この人もベテランの俳優です、はいはい、で言っちゃうと面白くないんで言わないんですけど、うん、この人がいいんですよ。へー、気になるな、この人がいいんです。いやちょっとこう見ないと ね、はい、気になります。はい、この人はおしんの頃から、おしんって知らないですよね。もちろん知ってますよ知ってます、おしん、はい、おしんの頃から出てるもう超ベテラン俳優さんなんですけど、手のりまささんって人は、はい、この人は実に素晴らしい、あの言えないですが役で登場しますんで、うん、はい、ということでね、あ、いや気になる、結構ね、はい、あの見ていくとどんどんどん、え、そっち行くの、そっち行くのっていう展開で、うんうん、本当に楽しませてくれる映画なんで、はい、まあ、本当にぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、ちょっと予算は少ないけどいろいろリッチな映画ですね。そうですね、はい、でね、はい、これね今川崎チネチッタで公開中で一貫してがやってない状態で見に行きづらいんですが、はい、やっぱり口コミを拾って、うん、もしかしたら拡大公開になるかもしれません。おお、じゃあちょっと後押ししたいです ね、はい、ね、早速見に行って、はい、そのために今日はこの解説をしたんですけどね。なるほど、はい、はい、ということで、うん、はい、今日は現在公開中の映画サムライタイムスリッパーをご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。どうもでした。以上アメリカ流れ物でした。